はい、おっちゃんです。ビンゴ5の予想ですね、早速発表したいと思います。1通り目はね、高額当選出るまでの継続買いなので、2通り目は新たに予想しました。こちらの方だけ発表したいと思います。3、9、14、19、23、28、32、37ね、ということで一口の継続回数は1回1回ということですね。まあ、たまたね、とまあ、当選がね、遠ざかってるビンゴ5ね、まあ、7等でもね、当たってくれるうちは嬉しい。当たり出すと、その上が欲しくなるというね、まあ、人間の欲丸出しのね、あれなんですけども、やっぱり当たってなんぼなんでね、うん、まあ、とりあえず当たり癖をつけて、そこから、ビンゴのね、列をね、増やしていくっていうね、そういう風になると一番理想的なんですけどね。まあ、たった2通りでしかね、予想してないんでね、そうやってね、どんどん成長していくのは難しいかもしれないですけど、結局は運なんでしょうね。ただまあ、その中でも、連続して出現するやつっていうのを予想できればね、なんとかなるような気がするんですよね。まあ、そこちょっとね、頑張って研究したいなと思います。はい。では、静かに、結果を待ちたいなと思います。